皆さん、こんにちは。小森です。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。頑張って毎日勉強していますか？今日はレッスン44、第44課の文法です。グラマー、文法という感じです。文法、グラマーを一緒に勉強しましょうね。では、始めていきましょう。第44課。Lesson 44 グラマー、文法、目次1、2、3。すぎますは、これは、too much という意味で、多すぎますとか遅すぎますとか、そういう時に使います。すぎます。マスフォーム、安いです、にくいです、easy to do、 difficult to do、 安いです、にくいです。それから何々します。何々に変えますっていう意味のしますです。イアジェクティブク、大きい、大きくします。からナアジェクティブとナウンは、明日にしますとかね。そういうようなことをします。1、2、3、3つの項目を見ていこうと思います。では、始めましょう。1番、すみます。Too much. 意味は、meaning to, 意味は、すぎます indicates the degree of an action or state is excessive. 多すぎるとかね、excessive の時使います。Therefore, it is usually used with reference to undesirable states. ですから、この、ちょっと、普通よりか、多すぎるっていうか、過ぎていることなので、これは、思っている、適当だって自分が一番いいと思っていることよりも、過ぎてしまって、過ぎ、多い、too much っていうことを表しているんですね。過ぎているんですね。で、一番、ゆうべお酒を飲みすぎました。I drank too much alcohol last night. いつもだったら、おビール2杯とかなのに、ゆうべお酒5杯も飲んでしまいました。飲みすぎました。ということですね。で、このカバンは大きすぎます。一泊旅行に行くのにカバンを選んでいて、このカバンはどうですか？いや、このカバンは一泊旅行には大きすぎます。too big。大きすぎますよ。ちょっと、私がも、欲しいと思っているものはこれくらいだとしたら、これが、これが、これくらい大きすぎます。ね。そういうふうな時に使います。すぎます。大きすぎます。ね。飲みすぎました。これは、大きいが、イアジェクトですね。これが、飲みますの V のマスフォームですね。飲みすぎました。大きすぎます。で、すぎます is attached to other verbs or adjectives and is used to augment them. It is originally a group two verb and conjugates into すぎる、すぎない、すぎて、etc. すぎますって言ったら、ますの前が E ラインですよね。E ラインはグループ1に属しますけども、これはスペシャルです。スペシャルのグループ2の動詞になります。覚えてください。これはスペシャルですから覚えてくださいね。すぎます、すぎない、すぎる、すぎてというふうに、すぎまでが主点になります。すぎる、すぎない、すぎて、グループ2のスペシャルワープになります。ですから、コンジュレートも、グループ2と同じ、コンジュレートをします。見ますも同じですね。テレビを見ます。の、マスフォーム2ですね。見すぎる。見すぎる。ね、ディクショナルフォーム。見すぎると目が悪くなります。スポーツをやりすぎない。これは、やる。マスフォームですね。やりすぎない。すぎる。すぎないようにしてください。このカバンは、重すぎて、ちょっとこう、言ってしまいましたね。すいません。このカバンは重すぎ、too heavy for me to carry。
このカバンは重すぎて、持つことができません。持てません。このカバンは重すぎて、もう少し軽かったら持てますけども、重すぎて、for me to carry, too heavy. 重すぎて持てません。コンストラクション、この次ますの使い方は、動詞のますフォームすぎます。のみすぎますとかね。イアジェクティブのイを取ります。重い、イを取って、重すぎます。ね。なアジェクティブ。暇な、暇すぎます。ね。夕べお酒を飲みすぎました。飲みすぎました。このカバンは重すぎて持てません。今日は暇すぎて退屈でした。こういうふうになりますね。次は、安いですと憎いです。安いですのは easy to do。憎いですっていうのは difficult to do という意味ですけども、まず安いの方は easy to do。この辞書は字が大きくて見やすいです。The print in this dictionary is large。この辞書は字が大きくて見やすいです。And easy to see。見るのに字が大きい方が私なんかは字が大きくなかったら見られません。見やすいです。字が大きいのは見やすいってとってもいいですね。Love it to happen。 この白いシャツは汚れやすいです。 White shirt gets soiled easily。 汚れやすいです。汚れが目立ちますよね。汚れやすいですよね。見やすいです。汚れやすいです。この2つの意味があります。安いですには。で次、憎いですの方ですけども、difficult to do does not happen easily。同じ意味の2つね。先ほどの安いですと憎いです。同じ意味の反対側になります。この薬は苦くて飲みにくいです。This medicine is bitter and difficult to take、ね。Does not happen easily の方は、このガラスは強化ガラスです。Strong, very strong. このガラスは割れにくいです。This glass does not break easily. とっても strong なので、分厚いので割れにくいです。安いですと憎いですは opposite になります。ね、飲みやすいです。Easy to take. 飲みにくいです。Difficult to take.、ね、安いとにくいというのを合わせてです。安いですとにくいです。In the same manner as an adjective. この薬に砂糖を入れると飲みやすくなります。安い、にくいっていうのはイアジェクティブなんですね。イアジェクティブと同じように、活用するんですね。安くなります。くの時にはイアジェクティブはイを取ってくになりましたね。安くなります。この薬に砂糖を入れると飲みやすくなります。というふうに安くっていうふうに変わります。この薬を水に入れると飲みにくくなります。水に入れると溶けてなんか苦くなっちゃうので、飲みにくくなります。で、にくくも使えますね。easy to drink。飲みにくくは、difficult to drink ですね。As in 分かりやすい説明、easily understood explanation, and 割れにくいコップ、cup which does not break easily, this phrase can be used to modify nouns. この分かりやすい、割れにくいというこういうふうに、この言葉、分かりやすい、割れにくいっていう、これは説明っていう、この名詞、noun、名詞をこのモディファイ、修飾しています。わかりやすい説明、説明、explanation。わかりやすい、easily understood explanation。わかりやすい説明、モディファイ、noun。割れにくいコップ、これもモディファイ、noun。
になります。Cup which does not break easily 割れにくい、そういうコップです。コップの説明です。説明の説明です。わかりますか？説明の就職、説明をするもの、就職フレーズになります。これもこの名詞を説明する、就職するフレーズになります。ですか？はい。では3番。次は、しますという言葉ですけども、しますっていうのは、もうすでに、グループ3で、do で習いましたけど、その do とは違います。turn into、何々に変えるっていう、意味ですよね。で、you learn なります in lesson 19。なりますっていうのは、これだけのことを前、以前に19とかで勉強しました。これを、まあ、スイッチですかね。右へ回すと、音が大きくなります。これ、チェンジするんですよね。turn this to the right。これを右へ回すと、and the sound gets louder。音が大きくなります。音が大きく、大きく、小さかった音が大きくなります。なります。12番、ラオさんは元気になりました。なんか病気だったんでしょうかね。ラオさんはちょっと病気をして熱があったんですけども、今日から元気になりました。こうチェンジしました。ミスラオ has got better. Change, become. 元気になりました。なりました。ね、チェンジです。私は来月25歳になります。I will turn 25 years old next month. 25歳に into、become 25歳になり、私は今24歳ですけども、違いますが、24歳ですけども25歳になります。なります、なります、なりますっていうのを19課で習いましたね。で、それとよく似ています。In contrast to なります。なりますと違って、which indicates that something turns into a certain state. します indicates that somebody turns something into a certain state. なりますっていうのは、turns into something to change, なんかこう、勝手に、それが、25歳に自然になる。ナチュラルに何もしなくってもこうなるんですよね。うん、ですか？右へ回すと音が大きくなります。ラオさんは元気になります。来月25歳になります。これなります。の使い方ですね。次はしますの使い方です。します。して。ください。これしますの定音ですね。します。音を大きくします。これは私が音を大きく自分の意思でするという時です。インテンションです。音を大きくしますというふうに。音を大きくします。I turn the sound up. I 音を大きくします。部屋をきれいにします。これも自分です。I clean the room. 部屋をきれいにします。私がします。I will do, I will turn、to clean room. ご飯の量を半分にしてください。Please have the amount of rice. ご飯ちょっとダイエットしているので、ご飯の量を半分にしてください。してください。します。します。こうなりますとしますの違いですけども、なります is an intransitive verb。なりますっていうのは intransitive verb なんですね。そして、します is a transitive verb in sentence with します。The object of transformation is indicated with the particle o。だから、なります。音が、これを右に回すと、音が大きくなりますっていうのは、このなりますは intransitive なので、何がこの、ここのパーティクルがになるんですね。が、音、が、
大きくなります。それでしますはトランスティブバーブですから、トランスティブバーブ の, あのこれオブジェクトですね、おとおになります。トランスティブオブジェクト、お音を大きくします。これよく覚えててください。なりますが intransitive。しますが transitive。transitive object particle is を。intransitive はが。transitive はを。これしっかり何回も何回も何回も繰り返して言って覚えてください。transitive verb object particle is を。ね。これだけしっかり覚えてくださいね。すみません。今日の午後、横浜の工場へ行かなければならないので、会議に出なくてもいいですか？って A さん聞きました。I'm sorry, but I have to go to the factory in Yokohama this afternoon. We excuse myself from the meeting. 会議に出なくてもいいですか？と B さんも、困りましたね。じゃあ、会議を、じゃあ困りましたね。じゃあこの人は絶対に会議に出てもらわなくてはダメなので、ダメです。じゃあ会議を明日にします。じゃあ会議を明日にします。into tomorrow. Change the meeting, the time meeting. 会議を明日にします。That's too bad. Well, then I will call the meeting tomorrow.明日にしましょう。じゃあ Example 17 talks about the postponement of the meeting till the following day and represents a change。 こう提案してるんですね。あの、いや、会議を明日にチェンジしましょうっていうことを、この人 B さんはこの人に言っています。します、会議を明日にします。これはなりますではなるんじゃなくて、この人のあのディシジョンですから、会議を明日にします。この人が B さんがするんです。ですからしますになります。いいですか。 Example talks about the postponement、 延期を考えているんですけども、これを次の日に変えます、会議を明日に変えますという意味ですね。この人の意思が入っています。それで、もう一つ、今月の会議は、これまた別の話ですよ。今月の会議は、なんか毎月、every month、毎月してるんですよね。今月の会議はいつにしますか？いつにしますか？そうですね、15日にしましょうか。When will you call the meeting this month? Let me see. Let's make it on 15th.5日じゃないですね、15日ですね。Let's make it on 15th. 15日はどうですか？15日にしましょうかねっていう提案をしています。Example 18 refers to scheduling a meeting and represents selection and or decision. あの、セレクションとかディシジョン、決定とかいうものを、あの、に、を、あの、表しています。As shown in these examples,N、noun、名詞、noun にします。これは noun です。インタロガティブですけども、これ noun です。いつっていう noun ですね。これも noun です。にします。is used not only to express change, ただ変えるっていう意味だけではなくて、but also to express selection or and decision。あの、この人がいつにしますか？あなたはいつに したいですか？っていうことを聞いたら、そうですね。この人が決定権を持っているんですね。そうですね。15日にしましょうか。部長さんですかね。そうですね。15日にしましょう。I want. 私の意思、インテンションで、この日に決められます。セレクション。15日を選んで、それに決めましょう。っていうことで、15日にします。Let.しましょうか。ちょっとこの、しましょうっていう言葉で A さんの意見もちょっと聞いています。B さん一人で決めるんだったら、そうですね、15日にします。
って言えますけども、そうですね、この人は A さんと B さんと話し合って決めているみたいですから、そうですね、じゃあ15日にしましょうか、ちょっと A さんの同意を、アグリメント、同意を求めていますね。こういうふうにして日本人は、この人が上司であっても、サボーディネートで、どちらがどうであっても、ちょっと上司と部下と話し合って決めるっていうことが多いので、今月の会議はいつにしますか？そうですね、15日にしましょうか。こういうふうに相手の気持ちを尊重するっていうか、相手に聞いて、そして相談をして、決めていくっていうことが日本では多いです。はい、これで44課の文法項目終わりました。1、2、3ありましたね。一番は過ぎます。この過ぎますっていうのは、ただ単にパスバイで横を通り過ぎるだけではなくて、too much、思っているよりも、いつもよりも、過ぎてしまいました。重すぎるとか、飲みすぎるとか、自分がいつも平均的に、毎晩お酒を、ビール1本飲む人だったら、3本飲んだら飲みすぎました。いつもより多い、too much。ゆうべお酒を飲みすぎました。よくない。ちょっと過ぎたのは、寝すぎましたとか、ちょっと食べ放題に行って食べすぎました。お腹が痛いです。とかいうふうに、思っていることよりも、いつもそうであってほしいことよりも、ちょっと多すぎる。重すぎる。飲みすぎる。食べすぎる。過ぎるっていうのはあまり良くないことなんですよ。too much です。ゆうべお酒を飲みすぎました。重すぎます。持てません。大きすぎます。あまり良くないです。もう少し小さい方がいいです。これは大きすぎます。とかね。そういうふうに使います。次、2番。マスフォーム。安いです。にくいです。easy to do, difficult to do。これ、オポジットの2つ。こちらとこちらが。反対になってますね。安い、この薬は飲みやすいです。とても甘くて、easy to take this medicine。この薬は飲みやすいです。この薬は苦くて、大きくて、飲みにくいです。前、フィリピンで、こんな大きな薬を飲みなさいってお医者さんに言われて、喉引っかかって、えらい飲みにくくて困ったことがありましたけども、飲みにくい薬っていうのはありますよね。この薬は小さくて、そして甘くて飲みやすいです。easy to take. This medicine is easy to take. この薬は大きくて、大きすぎて、この薬は大きすぎて、そして苦くて、でですね、飲みにくいで、difficult to take this medicine。この薬は飲みにくいです。これよく使いますからね。小さく切ってください。食べやすいです。飲みやすいです。ね。これはちょっと大きすぎて、噛みにくいですとかね、difficult to do っていうときによく使えます。安いです、にくいです。それからこのします。しますは、do ではなくて turn into。こう変えるんですね。音を大きくします。I will です。音を大きくします。会議は明日にします。これは decision とか、selection という時に、このします。turn into, with my intention というか、私の意思でこれを変えます。会議は明日にします。会議は今日します。会議は明後日にします。遠足は来週の日曜日にします。雨が降ったら中止にしますとかね。このしますというのをよく使います。これは do ではありません。それから、なりますっていうのもよく単位と同じ意味で使いますけども、なりますは intransitive verb。intransitive。しますは transitive verb なので、音を、O になります。
これ会議は、これはあのトピック、セームの和になってます。会議を明日にしますをでもいいですけど、これはセームの和になってます。音を大きくします。会議はいつですか？会議は明日にします。そんなもんですかね。1、2、3、これもあの一つ一つの日本語の、表現、expression ですね。expression of Japanese conversation よく使いますから、一つずつもう一度復習して覚えてくださいね。はい、ではこれで第44課のグラマーの、勉強を終わります。今日もくまるの授業を聞いてくださってありがとうございました。Thank you for watching.、役に立ったと思ってくださった方は、いいねマークもお願いしますね。そして、登録もよろしくお願いします。またいろいろな動画をアップしますから、一緒に勉強しましょう。では、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。